よし、じゃあ続きやっていきますか。ジャック・ジャンヌ、むつみ、カイルート、いよいよ最終回ですね。例のごとく、最終日はみんなにお話を聞いて回っていきましょう。ユニベール公演が終わって、もう1週間が経つのか。先輩たちは卒業の準備中。私たち在校生は、学校の授業を受けながら、自主練習に励んでいる。公演に向かって、駆け抜けるような日々を過ごしていた私たちにとっては、自分と向き合うために与えられたほんのわずかな休息時間かもしれない。私はこれからもユニベールにいられるんだ。でもユニベールにただいられたらそれでいいってわけじゃない。みんなと切磋琢磨しながら舞台を作っていくことに意味があるんだって、この最終公演が教えてくれた。気持ちを新たに頑張らないと。そういえば、カイさんは今日、玉坂座の稽古を見学に行くって言ってたの。もう帰ってきたのかな。みんなはどうしてるんだろう。あれかな、3年生3人で行ってたりするのかな。今日は土曜日。みんな何をしてるのかな。あの3人は玉坂座に行っても、なんかずっと絡んでてほしいな。あ、キサちゃん、お疲れ様。お疲れ様。ずっと稽古してたの？うん、もっとしっかり体を作っておきたくて。最終公演はシシアとカルロ以外みんなジャックだったでしょ。並ぶとさ、みんなかっこいいんだよね。そりゃもう怖くなるくらい。立ち居振る舞いだけじゃなくて、歌とかダンスとかもジャックとしての魅力に溢れてた。それ見てたら、ジャックらしい力強さが自分の課題かなって。あとはできること増やしたいから、脚本の勉強したり、ちょっと書いてみたり。え、すごいね、ネジ先輩みたいに。やっぱ他のルートでも言ってたけど、脚本関係とか演出関係はそうちゃんがカバーしていくことになるのかな。まあ、ネジが異常すぎたというか。ネジ先輩みたいにやるのは無理だろうけど、書いていれば物語を読み解く力も養われるかなと思って。ほら、どういう意図があってその物語が描かれているのか、違う視点で見ることができるでしょ。自分の弱いところを補いながら、僕自身の可能性もできる限り広げていきたい。そうでもしなきゃクォーツのジャックエースになれないよ。だってほら、カイさんがあれだけすごいものを見せて卒業していくんだもの。生半可な気持ちじゃそのポジション目指せないよね。あ、そういえば秋公演の時、ほら、スズ君と喧嘩しちゃって、カイさんが僕のこと気にかけてくれたんだけど、その時カイさん話してくれたんだ。カイさん自身も才能がある人と自分を比べて気持ちが沈むこともあるって。多分月くんのことだよね。あの時はカイさんだって十分すごいのにって思ったけど、今になってその気持ちがわかるな。偉大な先輩って目標でもあるし壁でもある。でもカイさんはその壁を越えていったんだよね。最終公演の舞台に立つカイさん、堂々としていてかっこよかった。カイさんみたいに努力を続けていれば報われる、そう思えたんだよ。だからいろんなことに挑戦しようとしているんだね。うん、それに僕にも諦めたくないことがあるから。お、キサのことかな。僕、クォーツのジャックエースを目指すよ。違った。そこに僕の夢も詰まっているからね。あー、まあでも遠回しにそういうことかな。キサのことも含めつつ、ジャックエースを目指すってことなんだろうな。まあ、カイがね、ソウちゃんのことを気にかけたりするのは、小説、ジャックジャの歌劇でも、描かれてるんで、まああれは絶対読んだ方がいいですね、ジャックジャの好きな人。
スズ君が頭を抱えてる。どうしたの、スズ君。お、橘。ジャックエースだよ、ジャックエース。ジャックエース？俺、結構落ち込んでんの。カイさんのジャックエース。え、どういうこと？俺さ、橘月みたいなジャックエースになりたかったって話したよな。橘先輩に憧れていたんだよね。そう。でもさ、ほら、冬で、俺は俺にしかなれねえから、俺にしかできないジャックエースになろうと決めたんだけどな。カイさんのジャックエース見てたら、やっぱ影響を受けちゃってさ、すげえなーって。どっしりして迫力があって、みんなのことしっかり見てくれててさ、橘月とは、あと、フミさんとも違うかっこよさあるじゃん。うん、スズにもそういう違うかっこよさってあるんだけどな。なんかいいなーって。それにさ、橘がカイさんのことをめちゃくちゃ信頼してんの伝わってきてさ、普段の5億倍くらい力出せてたじゃん。そんなに。ああ、ペカーって輝いてんの。眠らぞうの時の橘もすげえ良かったんだけどさ、あの時は俺、自分のことに必死で、パートナーのためにうまく力尽くせてなかったなって。それは私もだよ、初めての舞台だったし。でもやっぱこのままじゃダメダメなんだ、つーか、いや、だから俺もカイさんみたいにパートナーの力をしっかり引き出せるジャックエースになりたい。でもそういうの俺よりも世の中の方が圧倒的にうまい気がする。ってことはやっぱ俺は俺の道を進むしかねえのか。ああ、どうしたらいいんだろう。だって悩んじゃうわけ。これからはそれこそ世の中とジャックエース争っていくことになるんだろうし。いや、待てよ。ん？お前もジャックエース争いに参加する可能性あんのか。それはどうなんだろう。どうなんだろうね。希代のアルジャンヌって田中右に言われてたし。うわ、やべえ。これもう考えてる場合じゃねえな。稽古だ稽古。俺行くわ。なんか鈴はとにかく行動するタイプというかね。あ、うん。あ、そうだ、立花。何？俺、カイさんに負けねえ。え？俺だってお前にぴったりのジャックエースになってやるぜ。なんかそのやっぱルートごとにこれからのキサがどうなっていくかっていうのもね、変わってくるっていうか、まあ今回だと多分アルジャンヌとしての人生を歩むみたいな、まあ田中右がね、希代のアルジャンヌとしての人生を歩み始めたって言ってたし、ねえ、ルートごとに変わってるんだなと思うけど、まあキサルートだとジャックジャンヌやるからね、もし仮にジャックジャンヌこのゲームの続編が出るとしたら、橘キサルートでの続編になるだろうし、なかなか、続編とか出るのかな？でもどうなんだろうな。橘月が、ねえ、まだ判明しないし、なんか、ブロッコリー的にもそう、いろんなこのメディアミックスというか広げていくっていうか、それで最後明かされるのかな？でも、ねえ、ドラマ CD とか、まあ、歌劇みたいに小説が、ねえ、他に出たりとか、まあ、夏が出たから、秋が出たり、冬が出たり、する可能性はあるんだけど、ああ、お前か。だいぶ暖かくなってきたな。お疲れ様です、城田先輩。休憩中ですか？うん。いや、ほら、組長仕事多くてさ、最終公演が終わったばかりなのに、もう新人公演の準備に入らなきゃいけないんだよ。でも甲斐さんに無理せず休めって言われたから、小休止。やることは無限にあるから、キリがいいところまでやろうとしても終わらないってさ。当の甲斐さんはキリがいいところまでやっちゃいそうなタイプだけど、
僕に合わせてそう言ってくれたのかもね。黒人のやり方は当てにならないとも言われた。そう思ってたけど言ってもらえてよかった。まあ誰の真似もできないけどね。先輩たちはみんなオンリーワンで、その先輩たちがいなくなるって信じられないな。クラスの支柱がいなくなる、それも怖いけど何より寂しいな。そうですね。でも辛いことがあったらあの最終公演を思い出すんだ。最高に楽しくて最高に面白かったあの公演。主役に立つお前とカイさんの姿。カイさん、歌劇を続けてくれてよかったよ。あの最終公演のジャックエース姿見た後だから。なおさらね、あんなすごい人が歌劇を離れるなんてありえないでしょ。まあ俺はそれをずっとカイドウにも思ってるんだけどな。本当いい公演だったな。でもこれからも僕ら77期や78期のユニベール生活は続くから。そう、また後輩も入ってくるし、今度は美月たちがそういう公演を後輩のために作らなきゃいけない。またあんな舞台が作れるように頑張らないとな。そう、クラスの強みはやっぱりお前。プレッシャーをかけたいわけじゃないんだ。ただお前のアルジャンヌ僕好きだからさ。クォーツが、それにカイさんが、そしてお前自身が大事に育てた花だ。一緒に頑張っていこうな、アルジャンヌ。美月はすっかり組長だね。お、よう、キサ。あの、フミと一対一で話すとさ、なんか無理やりこうフミルートにまた入って行っちゃいそうな雰囲気になるから、なんでかなって考えたんだよね。下の名前で呼び捨てにするからだ、フミだけが。フミだけが下の名前、しかも呼び捨てで呼んでくるから、なんかどこにいても一対一になるとフミルートになるって気づいたんだよね。さっきまでカイやクロと玉坂座見学してたんだぜ。今帰ってきたんだ。あ、やっぱり3年生3人で行ってたんだ。どうでしたか玉坂座。気が引き締まったよ。レベルの高さもそうだし、ユニベールとは違う新しいことで溢れてるから、これから頑張っていかなきゃなんねえなって。でも帰り道はカイやクロとユニベールの話ばっかしてたわ。まあ、8割方クロが話してんだけどよ。最終公演の話題が多かったな。クロがカイに、あんなにジャックエースやれるなら最初からやれって冗談めかして言ったらさ、あいつできないって。それにこれからもできるかといえばそうでもないって。俺はお前ってパートナーがいたからできたことなんだって言ってたわ。それじゃカッコつかねえから頑張るとも言ったけどよ。パートナー、俺はカイに月さん求めて無茶ばっかさせちまったよ。あいつは文句一つ言わなくて。でも言わせてやれればよかったわ。俺のことを受け止めてもらうばっかでカイのこと受け止めてやれなかった。でもカイはそういう、まあ舞台のことじゃないけど、自分の負った傷というかさ、本音みたいなのを、まあ、全部キサに吐き出して、キサがそれを受け止めたからね。そこは俺が未熟だったんだろうよ。俺には器がなかったってことなのかもしれねえな。カイさんはそんなこと思っていませんよ、きっと。まあそういうやつだからな、あいつ。でもだからこそさ、あいつがお前ってパートナーを手に入れられてよかったよ。なんか唯一こう弱音を吐ける存在というか、
お前がカイを受け入れてくれることで、あいつ、ようやく自分に自信が持てるようになったんだと思う。あいつ、お前のことめちゃくちゃ好きだよな。え？お前もそうだろ？これからも、あいつのいいパートナーでいてやってくれな。ふみにはもう何でもかんでもバレバレっていうね。いらっしゃい、橘くん。最終公演よかったよね。僕史上最高の脚本で、僕史上最高の舞台になった。ブラーブー。これからはあの舞台を超えるもの作らなきゃいけないなんて大変。死んじゃう。でも嬉しい。君もそうだよ。はっきり言ってこれから大変だと思う。自分にとって最良の舞台パートナーを得て、そして失うんだから。それでフミも、そしてカイも苦しんだからね。君はこれからカイ以上にいいパートナーを作らなければいけないんだ。そっか、どうするんだろうな。いや、なんかなおさら続編見たくなってきちゃったな。そうカイに話したらめちゃくちゃ渋い顔してたよ。あ、そっか。ちょっと嫉妬しちゃうな。オリマキやヨナガもいるから安心だ。なんて言ってたくせに、あの町をジェラってんのよ。ジェラおうよ。やっぱりパートナー関係って特別だからね。僕も注意と組んでいた期間は短いけど、独特なつながりはあるし、切っても切れない関係さ。だから君もカイトの関係を土台に、また新しく積み重ねていくといい。やっぱり常に自分は超えていかないとね。この卒業前に片付けなきゃいけないという噂がある書物の山を越えるのは大変そうだけど。片付け手伝いましょうか。共に越えよう、橘くん。ふん、キサいつも手伝わさせられてんな。あ、橘、校長が呼んでいた。今から来られるか。校長先生が。わかりました、すぐ行きます。よう、橘、どうだ、ユニベールでの1年を終えて。楽しかったです。最終公演なんか特にそうだったろう。お前からユニベールの舞台に立てる喜びが目いっぱい伝わってきたよ。それが役も輝かせていた。希代のアルジャンヌだったわ。お前はこの1年間でクラスに必要とされる人間になった。大したもんだよ。お前が女だってことが世間にバレたら、ユニベールにいられなくなるのは変わりねえが、貴重な人材を失いたくねえんだ。気を引き締めてこれからも励めよ。はい。うん。なあ、覚えてるか？俺が声をかけたあの日のこと。ジンジャーですか？橘月は天才だった。お前はどうだ？ああ。俺はお前に、橘月は天才だった。お前はどうだ？って尋ねたな。お前も天才だったよ。橘木さん。はっ。このユニベールで、お前の夢を叶え続けな。はい。むつみに女だってバレた時はどうなることかと思ったけど、かえってよかったかもしんねえな。そうですね、橘にとってもむつみにとっても。特にむつみの成長は目を見張るものがありました。うんうん。それにさ、俺はあの二人見てると微笑ましくてさ、どっちも俺が声かけて連れてきた子供だ。つーと人さらいみてえだが、なんだか親みてえな気分になっちまう。王国のシシアで言ってたな、私たちは寂しいところが似てたって。悲しみが折り重なった寂しさだ。
どっちも初めて会った時、悲しそうな目してたよ。夢を諦めなきゃいけない少女と、夢を見ることが許されない少年だった。でも、もう悲しくも寂しくもねえよな。二人寄り添って生きていけばいいのさ。小さい頃、月兄とそうちゃん、私の三人でやった演劇ごっこ、ユニベール劇場で見て憧れた華やかな舞台。夢を諦めようと必死だった私、その夢をつないでくれた校長先生、試験を受けて合格してユニベールに入学することができて、公演に向かって同期や先輩たちと駆け抜けてきた。そんな中で海さんと親しくなって、事故をきっかけに女だってことがバレてしまった。でも海さんはそんな私を受け入れてくれて、一緒にいたいと言ってくれた。私も海さんと。立花。あ、海さん、玉坂座の見学終わったんですね。ああ、今少し時間はあるか。喫茶店ですか。いや、大館山だ。お、行くのか。ついに梅の花咲いてますね。満開だ。間に合ったみたいだな。いい香りがします。大館山、来るの久しぶりですね。確かキサが倒れた時も咲いてたんだっけ。いつも俺を迎え入れてくれた場所なのに不義理を働いてしまった。だから今日は今まで受け入れてくれたことへの感謝と別れを。玉坂座に行くからもうここへは足を運ばないというか。別れ？あ、玉坂座の入門でなかなか来られなくなるから。踏ん切りをつけるってことかな。いや、いつまでもこの場所に縛られていてはダメだと思うようになったんだ。ここは俺にとって自分が残されたことを確認する場所だったからな。すがってたんだろうな、ここに。それに王国の獅子屋でレビーをやって気がついた。残していくのも辛いんだなと。自分の大切な人がどんなに悲しんでいても手を握るどころか声を届けることもできない。その上、自分がいないことで悲しみに暮れていると思うと胸が締め付けられるようで、残される側と同じように、いや、それ以上に辛いんじゃないかと思うようになったんだ。多分俺の両親もいつまでも過去に縛られて孤独に身を埋める息子の姿なんか見たくないだろう。それに孤独を受け入れてくれる場所はその人間の孤独をさらに大きくしてしまう可能性がある。時には飲み込もうとすることだって。大切なものを失わないためにも距離を置くことが必要だと思ったんだ。そういえば、カイさんが大館山に来なくなったのって、私が山に迷い込んでから。カイさん、それに喫茶店の味も覚えた。今日フミやコクトに聞いたんだが、あそこには裏メニューがあるらしい。でも常連にしか出してくれないそうだ。俺も常連にならないと。ふん。たまにはここにも来る。離れて気づいたが、ここは俺にとって純粋に好きな場所でもあったみたいだ。でも来るならお前と一緒がいい。こうやっていつか語り合える思い出を作れるからな。レビーを通じて今をしっかり生きようという気持ちにもなれた。レビーは
撃たれた時点で死を覚悟していた。助かる傷ではないと分かっていたんだ。そんなレビーのために涙を浮かべるシシアの姿があまりにも切なくて、俺のために悲しまないでくれ、どうか笑っていてくれと、一人残るシシアに何もかも全て捧げたくなった。だから少しだけ言葉を足したんだ。シシアが自分を追いかけてくるまでのわずかな時間、レビーで満たされるように。え、レビーはシシアが追ってくることを分かっていたんですか？台本を読んでいるから俺自身は知っていたが、舞台の上でレビーとして生きて思ったんだ。そう、命を懸けて国境公園の舞台に立つと決めた時、もし俺に何かあれば、目的を果たした後シシアもついてきてしまうんじゃないかと。ああ、いや、順番が違う。シシアに何かあれば俺はついていってしまうかもしれないと、そう思ったんだ。だから俺と別れるほんのわずかな時間を自分で満たしてやりたかった。だからコクトに言葉を付け加えたいと頼んだ。黎明の空の下ですね。レヴィ本人が言いたかったのもあるだろうが、あれはレヴィの最初で最後のわがままだ。レヴィの体を抱いて一人黎明の空を見つめるシシアの姿は、俺という人間にとってあまりにも苦しかったが、やっぱり残すのも残されるのも辛いな。でもシシアの胸にはレビーの言葉が残っていました。国境公園という自分の夢を叶えて、レビーの願いも果たして、レビーがくれた言葉を胸に、彼のことを思える時間は幸せだったんじゃないでしょうか。そうか。それでもやっぱり悲しいですけどね。シシアがというよりも私が。代わりにしてみるか。え？そんなことで彼らの何かが変わるわけじゃないんだが、俺の中にも残っているんだ、レビーの気持ちが。それを救うためにも少しだけ。それって何を？今はまだ教会まで行くのは難しいが、いずれお前を抱き上げ教会に行こう。え？ああ！立花、ここが黎明の空の先だ。かっこいい。かっけえ、この締め方。ええー、待って、俺今までのルートの中で一番今の締め方、好きだわ。ここが、黎明の空の下だ。いやー、よかったっすね、むつみ変えると。俺正直一番好きかもしれん。いやー、よかったわ。なんだろうな、一番、思い出に残ってるのはやっぱバレンタインのイベントですかね。まあ、クリスマスも結構衝撃的だったんだけど、まあ、あの、カイが救われるバレンタインのエピソードですけど、まあ、やっぱ、ずっとね、カイ自身こう我慢してた、親を失いたくなかった、親戚の、なんだろう、その冷たい目が辛かったっていう、その我慢してた本音を、キサに吐き出したんですけど、まあ、やっぱ男性ってね、その弱音を吐きたくない、強がりたいみたいな気持ちがあって、まあ会は、まあ、自分自身で抑えてるところもあったんだけど、まあ、潜在的にというか無意識にそれをしてた、うん、気持ちを抑え込んでて、だからそのキサの言葉で、うん、自然にこう涙が溢れた
イベントもありました、うん、まあ母親が死んだ時も泣けなかったって言ってたのがまあそれかなと、無意識に抑え込んでたせいかなと思ったんですけど、だから弱音をねこう吐ける女性に出会えたってのはカイにとってこうなんか一番の救いだったというか、やっぱ男友達にね弱音を吐くのとはこう違うんですよ、女性に愛する人にというか弱音を吐くのはやっぱカッコつけたいし、あ自分のことを見てほしいキサにこうもう助けてくれって弱音を吐くには勇気がいる。まあまあ今回勇気を振り絞ってそれ言ったわけじゃなくて、まあ、もう自然とああもうダメだわって溢れ出ちゃった、うん、一番その我慢できなくて溢れそうじゃない人物じゃないですか、カイってなんか抑えられるというかポーカーフェイスだし、まあ、そこにねああダメだもう溢れ出るわみたいな気持ちが溢れ出たのはすごいグッときましたね。やっぱ、弱音を吐き出せる異性って安心できるんですよ。まあそういう人求めちゃうんですけど難しいですよね。なんか一歩間違うとそうずっとネガティブみたいに見られるかもしれないし、だから強がっちゃうんですよね男の子は。まあカイはキサに会えて本当に救われたんだと思いますね。まあ序盤から一変してね、あの弱音を吐き出してキサがそれを受け止めた後なんかこう貪欲になったというか、まあもともとすげえいい素材なんですよねカイって。主人公になる力があるんですけどやっぱずっとこう器としてサポートにこう徹してきた、まあセカンドポジションというかスポーツでいう副キャプテン。個人的にこう副キャプテンってまあ組織のナンバー2とかってねトップよりこう大切で、なんだろう、難しくて、リーダーを支えつつ、こう、後輩、メンバーも引っ張っていく、まあ、器用さみたいなのが必要なんですね。まあ、もともと器用だってフミも言ってましたけど、まあ、カイは十分それができてて、だから花になった後、カイはジャックエースとして、今までにないよりさらに活躍してたし、あの人、めちゃくちゃかっこよくない？一般人じゃないよね。玉坂坂ユニベル関係？見たことある気がするし。誰か待ってるのかな？彼女じゃない？へえ、どんな子だろう。カイさん、すみません、お待たせしました。ああ、大丈夫。お疲れ様。美少年？あれ、クォーズの立花キサだ。いや、待って、わかった。あの男の人、むつみかい。ユニベール公演で一気に脚光を浴びて、今じゃ玉坂座期待の新人だよ。注目されていますね。どう反応したらいいのか、よくわからないな。玉坂座の稽古、忙しいですか？そうだな、思いのほかいろいろな経験を積ませてもらっている。なるべく自分からも動くようにしているんだ。待っていてばかりいてもしょうがないからな。一人暮らしにもだいぶ慣れてきた。ユニベールの寮生活が今でも懐かしいが。みんなは相変わらずです。スズ君やソウちゃん、カイさんのジャックエースを励みに頑張っています。シロタ先輩は組長仕事が大変そうで、私もいろいろとお手伝いしています。その分歌うのが楽しいみたいで、どんどんパワーアップしてるんですよ。そうか、みんな元気にしているんだな。そういえば公演の準備は？ダメだな、話しているとすぐに時間が経ってしまう。何か頼もう。食べ終わったら俺の家に来るといい。甘いものを用意してる。甘いものですか？ああ、美味しいと聞いて買ってみた。いただき物のお茶もある。ゆっくりしていくといい。それに、ここじゃ言えない言葉も多いしな。カイさん。
一人暮らしの利点はそれだ。さあ、早く注文してくれ。俺のおすすめは、これだな。